メリークソーアーテンボの三角でございます。本日はサンロード恒例店のお野菜のコーナーよりお届けいたしますよ。本日ご紹介する商品はですね、クリスマスの方は全然関係ございません。なぜサンタの格好で撮ってるかと言いますと、この商品がですね、もうなかなか入荷しないんですよね。で、人気商品ですので、入荷してもですね、すぐ売り切れてしまうんですよね。それで、本日、河原屋店に来てた時にですね、もう見つけちゃいましたんで、もうこれを紹介しなきゃいけないなと思いまして、急遽ね、サンタさんの格好して撮影しております。ということで、その商品がですね、こちら、ブラウンえのきです。ブラウンえのきっていうだけでございまして、茶色色してますよね。普通のえのきはこういう白い感じですけども、ブラウンえのきはですね、もうほんと茶色でしたね。もう並べてみると分かりますように、色が全然違いますよね。さあ、このブラウンえのきなんですけども、普通のえのきに比べまして、味がとても深いんですよね。お値段もですね、こちら、2玉で98円と、普通のえのきとそんなに変わらないですよね。お値段変わらないのにですね、普通のえのきに比べますと、味わいが深くて、本当に美味しいからですね、白いえのきとブラウンえのきがあったらですね、お客様どうしてもこちらをご購入されるんですよね。で、このブラウンえのきですね、もう数が少ないみたいでなかなか入荷しないですし、入荷してもですね、数が少ないんですね、もう午前中で売り切れてしまうこともあるんですよね。ブラウンえのき、見かけられましたらですね、即購入されることをお勧めいたしますよ。ブラウンえのきを一旦食べるとですね、もうこのえのきがですね、食べて仕方なくなりますよ。まあそこまでいかないですけどもね、もう普通のえのき買うならですね、こちらのブラウンえのきもお勧めですよ。ぜひですね、見かけました。ちょっとご購入いただければと思います。サンロードでもですね、入荷するお店とも入荷しないお店とありますので、ここ、河原屋店でですね、入荷すること多分多いかと思います。ぜひですね、こちら、ブラウンえのき見かけましたら、ご購入していただいて、お召し上がりになってみていただきたいと思います。本当、おすすめですよ。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。